はい、登場していただきました。埼玉西武ライオンズ、背番号63番、佐藤勇です。ちょっとちょっと、なんでな、西武ライオンズ背番号2番、金子裕二です。はい、よろしくお願いします。座っていただいて。本物の金子です。あの、タスキをね、お互い逆のやつをかけてたという、ね、ルーキーで1年目だったんですけど、本当に開幕から、ずっと、試合に使っていただいて、はい、まあ、いい面もブレイクの難しい面も、感じながら、1年間、本当に充実した、シーズンを過ごせたので、はい、良かったと思います。今年1年は、うん、まあ、たくさんいろんなことを経験できて、うん、まあ、まだ若いんですけど、はい、でも来年には一軍に上がりたいと思います。お、まあ、22年間ですか、プロ野球に入るまでずっと京都で住んでたんで、うん、初めて関東に出てきて、はい、寮ですけど一人で生活するなって、うんうん、もう楽しいです。お、はい、うん、自分は最初離れるのが寂しかったですけど。お、そうですよね。まあ、でも徐々にいい先輩とかたくさんいたんで、はい、誰がいい先輩なんですか。うんうん、ああ、まあ、まあ、隣にいる金子さんとか。まあって言いましたけど、とってつけた感がちょっと半端ないですけど。まあまあ、金子さんと、まあ、同期の人はみんな優しいですね。はい、そうなんです。やっぱりしてるんですか、金子と選手と一緒に。いや、金子さんとはあんまり一緒にはですね。ピッチャーと野手で違ったりね、はい、レベルがちょっとまだ違います。はい、まだ金子さんに。そうですね、二十歳になったら行こうか。どこ連れてくのこれ。でも本当に、うん、佐藤くんマイペースなんで、なんか芯があるっていうか、ブレないところっていうのは B 型っぽいなとは思います。あ自分で行動したりとか、そういうとこじゃないですかね。そこら辺ですかね。ありがとうございます、ね、今年も来てしまいましたか。はい、この時期が寒いですね。あ、寒いですか。はい、もう実家に帰ろうかなと。自分も寒いですね。なんかあれほんまに悲しくなる。何もないんでクリスマスに、はい、だからちょっと楽しいことを探します。楽しいことね、はい、じゃあ次の登場もちょっと楽しみに、はい、そうですね。あの、去年はちょっとね、あの、戸上先生がふざけて2回目登場してた。そうでしたね。衣装チェンジで登場してたんで、ちょっと面白い。そうです。ああ、実食でございます。なんかさっきよりこのリンゴほっぺが出ました。ちょっと練り歩いてください。練り、もうぐるっと回りますね。自分の担当医だったらちょっと不安ですよね。ちょっとね。そう、でも似合うっていうね。どこでも直しますよ。面白い。今日のゲストの金子選手の血液型は B 型です。今年は金子選手が去年の僕に引き続き白衣を着るそうです。戸上選手正解です。アメちゃんちょうだいって。ありがとうございます。今日のゲストの佐藤投手の血液型は B 型です。意外と冗談を言うと乗ってきます。トークショーでもドカンと会場を沸かしてください。なんか振ったらやってくれる。やってくれる。ドカンと。いや、もう一発芸的なものが。いや、勝負さん、あ、じゅっドカン来ました。ドカン来ました。かっこいい。佐藤さんはどこに買い物行ってんですか。これは知りたい。え、今呼び捨て。ちょっとそれ教えられないですね。まさかの。まあ、自分自身今まで献血っていうのはしたことなくて、献血に対しての、自分の意識っていうのも今日で少し変わったので一回しようと思いますし、多くのファンの方と話せる機会だったので、楽しくできたので良かったと思います。今日はたくさんの人に来てもらったのでとても嬉しかったです。献血についてはしなかったので、まあ、今日、まあ、いろんなことを知って、まあ、たくさんの人に献血をしてもらえたら嬉しいなと思います。